竜福寺は山口県山口市にある総統州の寺院。三号は随雲山。本尊は釈迦如来。この寺は県営年間、大内光成が会期となり、山口の白石で創建された随雲寺に始まるという。はじめ臨済州に属していたが、京徳三年、大内の利広が会期となり、雪心を解散として中高し、総統州に改められた。 この時現在の三号、次号となっている。天文20年、東春方が、四君、大内義高に対して起こした無本に伴う陛下で、消失したが、工事3年に、小奈良天皇の臨時を受け、毛利隆元の回帰によって、現在地に移され、自害した、義高の母大寺として復興する。明治14年には再び三門など一部を残して、全焼した。明治16年に、 大内市の宇治寺である氷上山交流寺の釈迦堂を移築して本堂とした。本堂は昭和29年に重要文化財に指定された。この本堂は移築時に屋根のたるきをすべて取り替えるなどの改造が行われており、雨漏りなどの老朽化も進んでいた。そこで保存修理を行うこととなり、学術調査を経て後世の改造部分を復旧して、 室町期当初の状態に復元することとなり、平成18年から約6年かけて本堂の改修工事が行われた。大内市館跡に建てられた寺ということで、ほぼ境内全域が大内市館跡としても整備されているほか、境内にある竜福寺資料館にも貴重な資料を保管、展示している竜福寺本堂の外観、ありがとうございます。